エルビニャックは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。県におけるエルビニャックの位置、エルビニャックは、県の北西に位置し、ブリエール湿地に近い。ゲランドの北 16km、ラ・ロッシュベルナールの南約 9km のところにある。周辺のコミューンは、ロワールアトランティックでは、ミシアック、ラ・シャペルイコールでイコールまレ、サンジョアシャン。 サンリファール、サンモルフ、アセラック、モルビアン県では、フェレル、ラロッシュベルナール、ニビアックである。1999年に INSEE がまとめた順位表によると、エルビニャックは都市圏に含まれる都市的地域である。サンナゼール都市圏の一部である。エルビニャックには、マルレとポンパの二つの集落がある。エルビニャックは、地元のオイルゴである。 ガロコの名前、アーバンイックがある。ブルトン語では、アービグネグとなる。リオロのドルメンランルエ上リオロのドルメンの存在から、この地に人が定住したのは新石器時代からと、証明されている。ガロローマ時代の情報は、わずかしかない。10世紀、エルビニャックの領主裁判所はこの地域で重要なものの、一つだった。したがって、エルビニャックの歴史は、 この地にある城を所有した貴族の家門、ランリエ家と絡み合っている。1125年頃、10世紀以降にこの地で、台頭したバイキングの子孫であるアセラック領主は、アセラックのドメーヌから去ってこの地に入り、モットベイリーを建設した。初代、アセラック領主として知られる、リシャールのコヘイドルは、ランリエの創始者である可能性がある。1210年、 ブランシュクーロンの修道院の検証は、ウィリエムがランルエの創設者であると言及している。モットベイリーは、13世紀後半には、石の城に建て替えられた。アンスニダンシ及びドンジュシシャクであるティボード・ロシュフォールは、1275年に、婚姻によって、ランルエを獲得した。1295年、彼は、直系子孫のないまま亡くなった。 彼の名ジャンヌ・ド・ロシフォールは1374年にジャン2世、ド・リューと結婚した。リューはジャンヌ・ダルクの名優であり、フランス元帥であった。ランルエはその後、ジャンヌの子、ピエールの元に残された。ジャン4世、ド・リューはランルエで生まれ、1470年にブルターニュ元帥となり、アンヌ・ド・ブルターニュの保護者となった。1488年に、 ランルエが破壊された後、再建のために10万駅を提供している。彼は、シャルル八世と共に、イタリアに遠征を行っている。アンリ三世時代の1574年、ランルエとフォガレの大観区を一つにし、ジャンドリウーの賛成を得て、公爵領となった。彼の町エルビニャックの公爵領では、死が毎週月曜日が行われ、年4回祝祭が開催されていた。 四巡節の月曜日とサンジャンポルトラティーヌ祭り、教区の守護聖人聖シールと聖ジュリットの祭り、聖カトリーヌ祭でエルビニャックの教会に捧げられた記念日であった。ユグノー戦争の間、ジャン八世と理ーはリーグ派に加わり、1593年に自殺した。ランリエの城は当時、近くで略奪を行う兵士たちが逃げ込む場所であった。 1618年から1620年にかけて、ルイ13世の命令で、乱霊城の一部が解体された。しかし、ジャン8世の弟ジャン9世、ドリューは、城を再建することにした。1639年頃に工事は終了した。塔はより素晴らしいものになった。借金が加算だため、亡くなる前に、ピエール・エマニュエル・ドリューは、アセラック公借料の土地の一部を、 財務官、ニコラ・フーケに売却した。フーケは、翌年に王に献上している。未亡人、ジャンヌ・ペラジード・リューは、アセラックの資産を取り戻すことに成功し、1658年に、実際に王に敬意を表している。1679年以来、ピエール・エマニュエルの子、ジャン・ギュスターブド・ドリューは、自らの公爵領を小貴族に譲ることを、余儀なくされた。 ケルノエン公爵の妻フェリシテド・ロピアックは最後のアセラック公爵だった。彼女は1794年にパリでギロチンにかけられて死亡している。1793年、フクロウ島の戦争の間、共和国軍が反革命派排除のため、デランド半島に侵軍した。城は火を放たれ破壊された。廃墟の状態になっても革命の混乱期に、 地元のデュラン司祭が秘密のミサを開くために利用していた。その後打ち捨てられ、城は採石場として利用された。第二次世界大戦末期、ロアール・アンフェリウール県は1944年8月に解放されたが、サンナ・ゼール・ポケットに含まれていたエルビニャックは1945年5月11日までドイツ軍に占領されたままだった。戦後の時代に特筆すべきことは、 戦時中に内地フランス軍の司令官でロアール・アンフェリュール兼選出国会議員であったジャック・ションバールド・ローがコミューンの主張を務めたことである。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降 INSEEL1、バレリーニよるル・ブルターニュの区分によると、伝統的地方区分ではブリエル地方であり、歴史的な地方区分ではペ南ナンテに含まれる。 19世紀初頭までエルビニャックではブルトン語が話されていた。ガロ語は今も知られており、ブルトン語のいくつかの単語を保存している。d イ e n 2 0 1 4ありがとうございます。